こんにちは、ドクター熱血です。さあ、グループバトル行ってみましょう。そして、今週は久々に総隊長。なんか音がいつも違ってるけど。うん、でもまあ、チョンコですけど、今週は。さあ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 。死神キラー、青。で、ペアクヤは最後が噛み合わないから、死神キラーの青。んで、まあ、どうするかな。まあ、ちょっとどうなるか。まあ、最後が技属性だから、まあ、白夜よりは、ミニーちゃんなのかな。白夜、いや、白夜じゃない。白夜は確定として、まあ、どっちか一枠だと思うんだよね。バンビちゃんか、ビアクヤかだったら、まあ、ビアクヤにして、ここを、こうして、こうして、で、まずここを外しちゃう。で、大前田っていうのも結構使われてるんだけど、俺ね、織姫がいけそうなんだよね。どう変えよう。で、残り物の こんな感じかな。で、そうなると織姫を継承しよう。2枠継承して、まあここ曲げてしまうか。ちょっと迷うところであれが、ええー、行ってしまえ。しゃ、これでぐっと強くなったはず。とりあえずこれでいってみましょう。必殺技ヒット数アップがあるから、開幕いけんじゃねえかな。多分何回変えればもっといけるだろこれ。わーい、私たちの勝ちだね。54秒で
だって54秒でこれでしょ、1秒割っとるやんけ。マジでか。負け。ああ、びっくりした。人間がない。はい。ちょっと待ってね。ですね。ケンパチのところが。で貯めといたから。分かりづらい。こうして。ちょっと今まで渋ってたけど、ちょっともう何回かだけ、いやこれがね、ずっと俺攻撃でここレイヤー2に変えたいと思ってるけど、全然出ないんだよね。もうレイヤー2が過ぎちゃったんで。せめて冷圧の250とかついてくれたらなぁ。次だし。何も考えずに。いや、浮き竹とかさ、普通に来そうじゃん。過ぎたし。あと2回。ラスト使い切ってしまう。ダメ。ちょっと悔しいから泣きの一回。からね、浮竹のこの冷圧500はつけたいと思ってて、浮竹が来ないなと思ったんだけどね。まあ泣きの1回って言って2つ打ってる時点でね、まあ察しますよね。せめてここちょっとあげよう。
ゴリゴリ上げてったぞ。いけるよな。全然変わんねえし。悔しい。よし。ガチャ同様ダメだよな、もうこういうのさ。いや、こうなるのが分かったからこれやってな、回してなかったんだけどさ。せめて冷圧250にしなさいってば。いや、これさ、ランギクさんに取っときたいんだよな。ランギクさんに取っときたいんだよな。もう素直に諦めようよ。出ないとき出ないって。ゆっくりになってきて500が過ぎるとほんとすぐうわーってなるよね。最初にレアツ500見えた時点でもうレアツ500ではない。負けたくない。ランギクさんでこれ使おうと思ってんだけどな。今回で何回回したかな。4%のはずなんですけど、連打。ようやく最高倍率が来たのに会心っていう。もう次でやめるよ。もうやめるよと言わない。もう次でやめるよ。動画の大半が再抽選の動画ですね。最初に冷圧枠が見えたら500出ない。
ちょいちょい最大倍率が出てきてるのに引けない。終了、僕の打ち上げの最抽選は終了です。ラスト、勝てん。さあ明日大前田で決めるかな、ちょっと研究しようと思います。2日目、ここ、これ、あやかし白夜が、レベルもだし。あとは織姫のこのはんぺんを冷圧、じゃあ最大ダメージにしたらどうと言われ、じゃあこれで試してみようと思う。全部上げてある状態。ものはこれでいいはず。白夜をこの方がいいのかな。強攻撃だけで考えたら。試行錯誤っすよ。チャレンジ。今謝れば許してやるぜ。
ねえ、朝の時間のない時に達成してたのもうこれでダメだ。俺様をなめんなよ。また失点で遊びやってる。無理っす。はい、僕にはお前だ使い切れませんでした。今回はここまで。以上、ドクターネケでした。お疲れ様でした。